注文の多い料理店、宮沢賢治。二人の若い紳士がすっかりイギリスの兵隊の形をして、ピカピカする鉄砲を担いで、白熊のような犬を二匹連れて、だいぶ山奥の木の葉のカサカサしたとこを、こんなことを言いながら歩いておりました。全体ここらの山はけしからんね。鳥も獣も一匹も嫌がらん。何でも構わないから早くタンタンとやってみたいもんだな。鹿の黄色な横っ腹なんぞに二三発お見舞い申したら、ずいぶん痛快だろうね。くるくる回ってそれからドタッと倒れるだろうね。それはだいぶの山奥でした。案内してきた専門の鉄砲打ちもちょっと間をついてどこかへ行ってしまったくらいの山奥でした。それにあんまり山がものすごいので、その白熊のような犬が二匹一緒にめまいを起こして、しばらくうなって、それから泡を吐いて死んでしまいました。実に僕は2,400円の損害だと、一人の紳士がその犬のまぶたをちょっと返してみて言いました。僕は2,800円の損害だと、もう一人が悔しそうに頭を曲げて言いました。はじめの紳士は少し顔色を悪くして、じっともう一人の紳士の顔つきを見ながら言いました。僕はもう戻ろうと思う。さあ、僕もちょうど寒くはなったし、腹は空いてきたし、戻ろうと思う。それじゃあこれで切り上げよう。なあに、戻りに昨日の宿屋で山鳥を10円も買って帰ればいい。ウサギも出ていたね。そうすれば結局同じこった。では帰ろうじゃないか。ところがどうも困ったことは、どっちへ行けば戻れるのか一向に見当がつかなくなっていました。風がどーっと吹いてきて、草はざわざわ、木の葉はカサカサ、木はゴトンゴトンとなりました。どうも腹がすいた。さっきから横っ腹が痛くてたまらないんだ。僕もそうだ。もうあんまり歩きたくないな。歩きたくないよ。ああ困ったな。何か食べたいな。食べたいもんだな。二人の紳士はざわざわなるすすきの中でこんなことを言いました。その時ふと後ろを見ますと、立派な一軒の西洋造りの家がありました。そして玄関にはレストラン、西洋料理店、ワイルドキャットハウス、山猫犬という札が出ていました。君ちょうどいい。ここはこれでなかなか開けてるんだ。入ろうじゃないか。おや、こんなとこにおかしいね。しかしとにかく何か食事ができるんだろう。もちろんできるさ。看板にそう書いてあるじゃないか。入ろうじゃないか。僕はもう何か食べたくて倒れそうなんだ。二人は玄関に立ちました。玄関は白い瀬戸のレンガで組んで、実に立派なもんです。そしてガラスの開き戸が立って、そこに金文字でこう書いてありました。どなたもどうかお入りください。
決してご遠慮はありません。二人はそこでひどく喜んで言いました。こいつはどうだ。やっぱり世の中はうまくできてるね。今日一日難儀したけれど、今度はこんないいこともある。このうちは料理店だけれども、ただでご馳走するんだぜ。どうもそうらしい。決してご遠慮はありませんというのはその意味だ。二人は通して中へ入りました。そこはすぐ廊下になっていました。そのガラス戸の裏側には金文字でこうなっていました。ことに太ったお方や若いお方は大歓迎いたします。二人は大歓迎というのでもう大喜びです。君、僕らは大歓迎に当たっているのだ。僕らは両方兼ねてるから。ずんずん廊下を進んでいきますと、今度は水色のペンキ塗りの戸がありました。どうも変な家だ。どうしてこんなにたくさん戸があるのだろう。これはロシア式だ。寒いとこや山の中はみんなこうさ。そして二人はその戸を開けようとしますと、上に黄色な字でこう書いてありました。当軒は注文の多い料理店ですから、どうかそこはご承知ください。なかなか流行ってるんだ、こんな山の中で。そりゃあそうだ。見たまえ、東京の大きな料理屋だって大通りには少ないだろう。二人は言いながらその戸を開けました。するとその裏側に、注文は随分多いでしょうが、どうかいちいちこらえてください。これは全体どういうんだ？一人の紳士は顔をしかめました。これはきっと、注文があまり多くて支度が手間取るけれどもごめんくださいと、こういうことだ。そうだろ。早くどこか部屋の中に入りたいもんだな。そしてテーブルに座りたいもんだな。ところが、どうもうるさいことは、また戸が一つありました。そして、その脇に鏡がかかって、その下には長い柄のついたブラシが置いてあったのです。戸には赤い字で、お客様方、ここで髪をきちんとして、それから履物の泥を落としてください。と書いてありました。これはどうももっともだ。僕もさっき玄関で山の中だと思って見くびったんだよ。作法の厳しい家だ。きっとよほど偉い人たちがたびたび来るんだ。そこで二人はきれいに髪を削って靴の泥を落としました。そしたらどうです。ブラシを板の上に置くや否や、そいつがぼーっとかすんでなくなって、風がどーっと部屋の中に入ってきました。二人はびっくりして、互いに寄り添って、戸をガタンと開けて、次の部屋へ入っていきました。早く何か温かいものでも食べて元気をつけておかないと、もう途方もないことになってしまうと、二人とも思ったのでした。戸の内側に、また変なことが書いてありました。鉄砲と弾をここへ置いてください。見ると、すぐ横に黒い台がありました。
なるほど。鉄砲を持って物を食うという法はない。いやー、よほど偉い人が始終来ているんだ。二人は鉄砲を外し、帯皮を解いて、それを台の上に置きました。また黒い糸がありました。どうか帽子と外套と靴をお取りください。どうだ？取るか？仕方ない、取ろう。確かによっぽど偉い人なんだ。奥に来ているのは。二人は帽子とオーバーコートを釘にかけ、靴を脱いでペタペタ歩いて戸の中に入りました。戸の裏側には、ネクタイピン、カフスボタン、メガネ、財布、その他金物類、ことに尖ったものは、みんなここに置いてください。と書いてありました。戸のすぐ横には、黒塗りの立派な金庫も、ちゃんと口を開けて置いてありました。鍵まで添えてあったのです。はは、何かの料理に電気を使うと見えるね。金気のものは危ない。ことに尖ったものは危ないと、こう言うんだろう。そうだろう。してみるに、勘定は帰りにここで払うのだろうか。どうもそうらしい。そうだ、きっと。二人は、メガネを外したり、カフスボタンを取ったり、みんな金庫の中に入れて、パチンと錠をかけました。少し行きますと、また戸があって、その前にガラスの壺が一つありました。戸にはこう書いてありました。壺の中のクリームを顔や手足にすっかり塗ってください。見ると、確かに壺の中のものは牛乳のクリームでした。クリームを塗れというのはどういうんだ？これはね、外が非常に寒いだろう。部屋の中があんまり暖かいとひびが切れるから、その予防なんだ。どうも奥にはよほど偉い人が来ている。こんなとこで案外僕らは貴族と近づきになるかもしれないよ。二人は壺のクリームを顔に塗って手に塗って、それから靴下を脱いで足に塗りました。それでもまだ残っていましたから、それは二人ともめいめいこっそり顔へ塗るふりをしながら食べました。それから大急ぎで戸を開けますと、その裏側には、クリームをよく塗りましたか？耳にもよく塗りましたか？と書いてあって、小さなクリームの壺がここにも置いてありました。そうそう、僕は耳には塗らなかった。危なく耳にひびを切らすとこだった。ここの主人は実に用意周到だね。ああ、細かいとこまでよく気がつくよ。ところで僕は早く何か食べたいんだが、どうもこうどこまでも廊下じゃ仕方ないね。すると、すぐその前に次の戸がありました。料理はもうすぐできます。15分とお待たせはいたしません。すぐ食べられます。早く、あなたの頭に瓶の中の香水をよく振りかけてください。そして、その前には、金ピカの香水の瓶が置いてありました。二人はその香水を頭へパチャパチャ振りかけました。ところがその香水はどうも酢のような匂いがするのでした。この香水は変に酢臭い。どうしたんだろう。間違えたんだ。
下女が風邪でもひいて間違えて入れたんだ。二人は戸を開けて中に入りました。その裏側には大きな字でこう書いてありました。いろいろ注文が多くてうるさかったでしょう。お気の毒でした。もうこれだけです。どうか体中に壺の中の塩をたくさんよく揉み込んでください。なるほど。立派な青い瀬戸の塩壺は置いてありましたが、今度という今度は二人ともぎょっとしてお互いにクリームをたくさん塗った顔を見合わせました。どうもおかしいぜ。僕もおかしいと思う。たくさんの注文というのは向こうがこっちへ注文してるんだよ。だからさ、西洋料理店というのは僕の考えるところでは西洋料理を来た人に食べさせるのではなくて来た人を西洋料理にして食べてやるうちと、こういうことなんだ。これはそのつまり僕らがガタ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 震え出してもう物が言えませんでした。その僕らがうわあ、ガタ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 震え出してもう物が言えませんでした。逃げガタガタしながら一人の紳士は後ろの戸を押そうとしましたが、どうです、戸はもう一部も動きませんでした。奥の方にはまだ一枚戸があって、大きな鍵穴が二つつき、銀色のフォークとナイフの形が切り出してあって、いや、わざわざご苦労です。大変結構にできました。さあさあ、お中にお入りください。と書いてありました。おまけに、鍵穴からは、キョロキョロ二つの青い目玉がこっちを覗いています。うわあ、ガタ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 。うわあ、ガタ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 。二人は泣き出しました。すると、戸の中では、こそこそこんなことを言っています。ダメだよ。もう気がついたよ。塩を揉み込まないようだよ。当たり前さ。親分の書きようがまずいんだ。あそこへ、いろいろ注文が多くてうるさかったでしょう。お気の毒でした。なんて、間抜けたことを書いたもんだ。どっちでもいいよ。どうせ僕らには骨も分けてくれやしないんだ。そりゃそうだ。けれどももしここへあいつらが入ってこなかったら、それは僕らの責任だぜ。呼ぼうか。呼ぼう。おい、お客さん方、早くいらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃい。お皿も洗ってありますし、ナッパももうよく塩で揉んでおきました。あとはあなた方とナッパをうまく取り合わせて、真っ白なお皿に乗せるだけです。早くいらっしゃい。へい、いらっしゃい、いらっしゃい。それともサラダはお嫌いですか？そんならこれから火を起こしてフライにしてあげましょうか。とにかく、早くいらっしゃい。二人はあんまり心を痛めたために、顔がまるでくしゃくしゃの紙くずのようになり、お互いにその顔を見合わせ、ブルブル震え、声もなく泣きました。中では、ふっふっと笑って、また叫んでいます。いらっしゃい、いらっしゃい。
そんなに泣いてはせっかくのクリームが流れるじゃありませんか。へい、ただいま、じき持ってまいります。さあ、早くいらっしゃい。早くいらっしゃい。親方がもうナフキンをかけて、ナイフを持って舌なめずりして、お客様方を待っていられます。二人は、泣いて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 、泣きました。その時、後ろからいきなり、ワンワン、ワーという声がして、あの白クマのような犬が二匹、戸を突き破って部屋の中に飛び込んできました。鍵穴の目玉はたちまちなくなり、犬どもは、うーっとうなって、しばらく部屋の中をくるくる回っていましたが、また一声、ワンと高く吠えて、いきなり次の戸に飛びつきました。戸はがたりと開き、犬どもは吸い込まれるように飛んでいきました。その戸の向こうの真っ暗闇の中で、にゃーくわーゴロゴロという声がして、それからガサガサ鳴りました。部屋は煙のように消え、二人は寒さにブルブル震えて草の中に立っていました。見ると、上着や靴や財布やネクタイピンは、あっちの枝にぶら下がったり、こっちの根元に散らばったりしています。風がどーっと吹いてきて、草はざわざわ、木の葉はカサカサ。木はごとんごとんとなりました。犬がふーっとうなって戻ってきました。そして後ろからは、旦那ー！旦那ー！と叫ぶものがあります。二人はにわかに元気がついて、おい！おい！ここだぞ！早く来い！と叫びました。身の帽子をかぶった専門の漁師が草をざわざわ分けてやってきました。そこで二人はやっと安心しました。そして漁師の持ってきた団子を食べ、途中で10円だけ山鳥を買って東京に帰りました。しかし、さっき一変、紙くずのようになった二人の顔だけは、東京に帰っても、お湯に入っても、もう、元の通りに、治りませんでした。